まってんのかな。オッケー。デカギさんが映ってますよ。デカギさんが。デカギさん。デカギさんが。どうも。ハロー YouTube。どうもデカギです。いや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 。はい、デカギさんです。お願いします。デカギさん。続きましてボクシング。どうぞ。はーい。イエイ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 。パッパッパッ。どうも、ボクシングです。よろしくお願いします。お願いします。ボクシングです。続きまして、タック TV でーす。あ、全国の特別さん、こんばんは。シアの放送部のタックです。あー、パブじゃねーやーパブだろ、お前。それはもうパブだろ、これパブだろ。それはもうパブだろ。それはもうパブだろ。よろしくお願いします。そして、リテールのおじさんです。どうぞ。リテールのおじさんです。ヤッホー。お願いします。この辺りは。そうそうです。お願いします。ということで、今日は第2回の YouTuber 飲み会ということで、はい、よろしくお願いします。まあ、今日もね、まったりとお家で、コロナなんでね、お家でゆっくり飲んで、ワイワイ楽しみたいと思います。よろしくお願いしまーす、うんうん。お願いしまーす。はい、リカギンさん、じゃあお風呂入ってきていいですよ。やべ、お前2時間かかるぞ、今から。あれだろ、長いな、長いな。半身浴しないとよ。膝があるから。膝があるから、俺もあるけど、膝は。あるな、そのあるなしじゃないんだよ、お前。はい。それでは今日飲むのはこちら。ブシパンポンシポン。ほろよい。ハピクルサワー。ん？乾杯！シカーン！パン！パン！スコーン！パン！スコー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 ン！スほろ酔いなんですね。飲む直前まで突っ込みやってすごいな、すごいな、モンスターや、モンスターや、ツッコミモンスター、俺ツッコミモンスターモンスターやで、ほんとに。え、皆さん、デカキンさんとは面識あるんですか？僕は初対面よ、初対面、俺今日。あ、そっか、初対面。フレットボクシングは、まだ会ったことなくて、うん。いや、初対面じゃない、私も初対面で。ボクシングのことは長い、2人とも長いです。いやいやいや、私知らないっす、会ったことない。見たこともない。いや、本当、二人は初めてデカキンさんっていうのを知って。じゃあデカキンさん全員初ってことですか？いや、全員初のわけないだろ、お前、こんな。え？誰きっかけに来てんの、お前。スポンサーいるからだったら、お前。でも、俺とデカキンはね、昔から仲いいっていうか。いやいや、あんた初めてだわ、お前。会ったこともねえよ。ツッコミのペースが早い。もう。え、待って、待ってください。デカキンさん？はい？ポテチちょっと一個つまんでもらっていいですか？何ポテチ、はい。めっちゃポテチちっちゃくないですか？ちっちゃくないだろ、お前。ほんとにちっちゃい。ほら、巨人。いや、待って、顔のとこに、口のとこに、ほら。なんそれ、なんそれ。ちっちゃ。ポテチだって。ちっちゃくない、俺がでかいから、その件で。シルバニアファミリーみたいになっちゃってるだけだろ。あの、進撃の巨人で人間をこうやってつまむ、あの感じだったもん。完全に。気候種じゃねえんだよ。やめろ。え？なんすか？違う、気候種じゃねえんだよって言ったんだよ、今。あー。え？飲み会ってこんなつまんないもんなのか、お前。いや、俺だけめっちゃ嫌だろ、お前なんか。ちょっとラグがあるんだよ、ラグが。でもなんか、比較的なところとしたら、引退するとか言ってませんでした？そうなんですか。いや、そうそうそう。本当に引退するつもりだったの。え？どうぞ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 。いや、どうぞどうぞじゃないんだって。あ、どうもって言って、引退しねえだろ、お前。この時期に持ちましょうか？ 4 月19日を持ちまして。だから、あの、続けてくださいって言っていただいたんで、ああ、いいですね。なんかありがたい言葉いただいたり。聞いてくださいとは言わないでしょ、言わないでしょ、そんなこと。急に、あったから引退してねって。急に、あの優しい竹さんが物顔で、あったから引退してね。あ、おい、やめて、それ。やっとけろ。みんなの名前を。すごい名前ついて、ほんとだ。いや、デカチンっておかしいだろ、お前、これ。デカチンなんだよ。あれ？デカチンさん、なんかいたんだ。デカチン。デカチンじゃねえんだもん、だって。え、チビチンですか、じゃあ。チビチンじゃない、馬チン。埋まってるから。デカチンだよ。あ、デカチンだよ。言いますよね。なんか、ちょっと大きな人って、なんか、埋まるって。
宝物が眠ってるんです。そうそうそう、埋まってる基本は。なるほど。一つだけのデカチンかっこうまちんと。デカチンさんって今体重ってさ、増えたりしてるんですか減ったりしてるんですか。今やっぱ自宅にいて運動ができないんで、あ、やっぱ太っちゃったりしてるんで、だから運動するなんか生放送とかも始めたらいいよねってなんかすごい言われますね。そうする生放送、視聴者のために朝7時起きて全員でその体操、エアロビクスみたいな、ラジオ体操的な、確かに、そう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 、どんな体操ですか。てん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 なんで笑っちゃダメだよ。わかるけど、いや今のノリわかるけど、笑うだろう。そんな。あのちょっとだけ離れてもらっていいですか。てん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 。笑うやろこんな。こんな笑うやろ。こんな笑うやろ。てん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 。それが痩せるよ。痩せるやろマジで。まあちょっとデカギンさんは前回いらっしゃらなかったんですけど、はい、僕前回から、1週間経ちましたが、一つだけ変わってる場所があるんですけど、はい、分かりますか。え、はっ、お、気に色なくなった。なんで100万人、あれだって戻る。あ、本当は壁100万人先週までここら辺が金色だったんですよ、ね、だったよ、そう、どうしたなんだよ、100万人行くまでちょっとここだけ黄色にしてみたいな初心を忘れないようにっていう、聞いた聞いた聞いた、で、なんで行った、クソダサいなと思って嘘だろ、いや嘘だ嘘。いやでもね、タックはね、黒が似合うし、その黒が可愛いなと思うから、そのままでいってほしい。ほんと、もっといってほしいな。かわいい。やめよ。かわいい。かわいい。出会ってほしいじゃない。タック、かわいい。どこ、どこでしたよ。デカゲーさん、あんま髪染めないっすよね。そうなんですよ。意外にやっぱ僕体大きいんで、バレることが多くて。そんなことないっすよ。いや、全然。いやいや、そんなことあんだって。いや、ないないっすよ。あるから言ってんだろ。でかいんだよ。ちょっと後ろ下がってもらっていいですか、高さ。ちょっと。高さとか高いだろ。膝悪いのに。膝悪いのに、もう一回。おっぱい。それいい。なんかそれ。それいい。もういい。おっぱいついてるよ。おっぱいがついてる。高さ、身長何センチなんですか？よくない。おっぱいですか？身長みたいな。身長っす。あ、身長は176ですよ。あ、結構高いですね。え、そんなあるんすか。でかいね。本当でかくて、だからバレやすいから、もうやっぱ髪染めちゃうと、ますますバレちゃって、もう日常生活できなくなっちゃうから。特になんかデカギンさんってなんやろ、優しそうだから声かけやすいっていうのもありますよね。いじり出したら止まらない。絡みとかあります。あ、ありますよ。めんどくさい。あ、ファンなんですって優しく近づいてきて、なんかチッ触ったり胸触ったりしてくるんですよ。体触られると最近は痺れるようになってきて、え、心配するようなやつじゃなくて、そのメンタルが来ちゃうから、なんか嫌だなっていうので、ピリピリってするようになっちゃって。そう、メンタルマンボウってどういうことなのよ。メンタル弱くない、メンタル弱くない。メンタルマンボウ、マンボウが弱いってあんま世間広まってないでしょ。あいつら、あいつらすぐ死ぬでしょ、マンボウって。ほんとやばい、ほんとやばいな。え、デカケイさん汗かいてます？ほんとだ。いやいや、テカってる。いやいや、なんかすごいテカってる。でもちょっと汗ばんではきましたよ。今日デカギンさんの服、なんかドブネズミみたいな色してますね。ドブネズミじゃないんだよ、お前。東京にいるやつ、東京にいるやつ。新宿、新宿に。新宿にいるやつだ。ハーツブル、ハーツブル。集めろ、お前。おしゃれな声。デカギンさんだったんだ、あれ。あれ、走ってんの。そう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 。渋谷とかにいっぱいいるからな。そうです。デカギンさん、おいくつですか。僕今34歳ですね。見えないです。34歳、見えないですね。見えない。いや、あんま言いたくなかったけど。18歳ぐらいですよね、だって見た目。確かに、18歳ぐらいに見える。見た目は。あんま言ってないですけど、大丈夫ですか？はい、全然全然。いや、まあ、俺が許可する、大丈夫。大丈夫だったら何の意味もないんだって、お前。ゼロだよ、お前の許可は。家でそろそろ飽きてきちゃうから、でも自宅待機はしたいじゃん。
はい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 。で、ジョギングと散歩ありってなんかあれ腹立ってない？なんかまあ人と人と接触せずにそんな手でベタベタ触らなかったら、うん、問題はないんだ。2メートルですよ、2メートル、 1.8 から2メートル、密です。だいたい外出たらだいたい人が2メートル。おい、やめろお前。空間がダメなんですよ。あ、ゆうたさん電話来ました。え、来た来た。あ、もしもし、今配信中なんですけど何してるんですか？忘れたんですか？あの約束、みんなその今日のオンライン飲み会の人たちがあの今日ゆうたさんも来るって言ってたんで、でも連絡つかないってことで倒れたんじゃないか、倒れたんじゃないかって。わかりました。はい、了解でーす。また来週に。でも来週みんながまた来週って、また次回ってことで、またお願いします。お願いします。切り方よ、切り方、切り方。え、なえ忘れてたの？結局忘れてたみたいで。あー、とりあえず一回挟みます。じゃあ一回ちょっとやっぱ変顔大会一回ずつ挟んどかないと。やりますか。今日その日のために変顔大会で、デカミさんはちょっとまだ前回いなかったんで分かんないかもしれないですけど、はい、今からルール3分間与えます。いろんな仮装でもいいんで、何でもいいで面白いことしてきてください。よし、みんな、はい、皆さん準備よろしいですか？はい、それでは3、2、1、どうぞ。やば。それなんだ。どうやったらそうなんだよ。タクスやばくない？皮膚どうしてんのよ。はい、あ、粘着です。粘着ですじゃないよ。粘着です。粘着です。粘着を、はい、粘着です。粘着しそうだな、マジで。原料何、タックそれ。やばいよ。タックそれ何。やばっ。スローテープ何やってんのそれ。どうなってんのそれ。あ、ガムに接着剤振りかけました。うららくん、やりすぎて今ひどかったよ。これで、やりすぎて。これで、一番面白くなかった人っていうのをコメント欄で決めてもらうんですよ、いつも、前回の。さあ、コメント欄見てください。おじさんと、デカケンさんがいい勝負してますね、これどっちやろ。いやいや、嘘だろ、そんなことないって。俺頑張ったやろ。あ、でもデカケンさんかな。いや、おじさんでしょ。デカケンさんだ、これは。デカケンさんやない。あ、罰ゲームだ、これ。デカケンさん、なんかちょっと可愛いっすもんね、それ。女性票狙ってるわ。女性票狙わないだろ、お前、この顔で。どうやって狙うんだよ、これで。え、本当に罰ゲームって何ないでしょ、そんなのは。ある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 。前回も、あの、切腹。前回も。江戸時代の罰ゲームも。入れ替わりだった。メンバーが入れ替わりだ。メンバー変わる。切腹。切腹してくの？切腹したんですよ。一人ずつね。そう。この配信では、毎週一人、一人死んでく。死んでく。あ、やっと取れた。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日。バイバイ。